藤井聡太叡王に伊藤匠七段が挑む第9期叡王戦五番勝負第3局は2日、名古屋市の名古屋東急ホテルで指され、後手伊藤が146手で勝利した。対戦成績を2勝1敗とし、初タイトルへ王手。対して藤井聡太は22度目のタイトル戦で初めて角番に追い込まれた。4連覇と8冠キープにも鬼神号が灯った。五に金型をやってみようと思っていた。ただ、手の広い将棋、どういう展開になるのか、やってみないとわからないと思っていた。伊藤は、迷いの中にいた序盤だったという。戦型は角換わり腰掛け銀。今期は第1局から3局連続の角換わりになった。そして、43手目、藤井聡太が飛先の歩をついて未知の局面に入った。選択肢の広い中盤、藤井聡太にリードを許しても大差までは許さずに食いついた。96手目は藤井聡太王の頭上へ迫った馬で孤立する銀を取るか、藤井聡太王の2マス右へなったと金で守護神とも言うべき金を取るかのほぼ2択、王手は先手で金を取れるのに、馬で銀を取った選択が好判断だったという。ちょうど4時間ある持ち時間が切れ、藤井聡太に続いて秒読みへ突入する、秒読みに入ったあたりはこちらに手段がありそうだなと思っていた。焦りにくじけず、勝負所への嗅覚にも非凡さを発揮して抜け出した。昨年度の将棋大賞で増田幸三賞を初受賞した、棋王戦第1局での、自将棋定跡。枝分かれの多い変化の膨大さに負けて読みを打ち切らず、正確に指し続けた成果が勝率上、不利な後手番での引き分けへと結びついた。当時見せた勝負へのひたむきさを再度発揮して、今度は藤井聡太に22度目のタイトル戦で初めて2局連続で土をつけた。中盤のバランスの取り方に課題が残った。そこは修正しないといけない。11敗1時将棋の末に対藤井聡太戦13局目で初勝利を挙げた第2局に続き、後手番でも、1時将棋を含めて8局目で初勝利。伊藤が同学年の絶対王者へまた一歩、近づいた。第4局は31日、伊藤の先手で千葉県柏市、柏の葉カンファレンスセンターで指される。藤井聡太八冠と伊藤七段の叡王戦第3局熱烈な将棋ファンが名古屋に集結アマチュア初段、元ドラ戦士の平田良介さんも、地元の愛知で王手をかけるのか？将棋の藤井聡太八冠が名古屋東急ホテルで叡王戦五番勝負の第3局に臨みました。4連覇を目指す藤井聡太八冠に2002年生まれの同学年、伊藤匠七段が挑む叡王戦五番勝負。第3局は2日午前9時に名古屋市中区の名古屋東急ホテルで、藤井聡太八冠の先手で始まりました。叡王戦は先に3勝した方がタイトルを獲得しますが、両者ここまで1勝1敗のタイ。藤井聡太八冠、1日の前夜祭、1勝1敗で迎えた第3局で、非常に大きな1局になる。糖分補給をしつつ、1局通して集中して指したい。第2局でタイトル戦初勝利とともに、藤井聡太八冠からの初勝利を挙げた伊藤七段、両親は名古屋出身です。伊藤匠七段、私も名古屋に親戚がいて、子供の頃はよく遊びに行っていたので、名古屋で対局させていただけることは大変嬉しく思っている。第3局にかける意気込みは強く持っている。ネイルで応援する熱烈なファンにドラゴンズの元選手の姿も、対局会場のあるホテルのそばでは将棋ファンが見守る大盤解説会も行われています。藤井聡太八冠の女性ファン2人、旧もともと知り合い、聡太くんのおかげで知った。地域を超えて世代を超えて、共に応援、だよね。かつて叡王戦の見届け人を務めたことがある、将棋マダムの姿も。将棋マダム、藤井聡太八冠が着ている、羽織の紐、あれ、私のプレゼント、身につけている映像を見て、どう思った、わーっと声が出ちゃいました。今日は絶対勝つと思います。一方、指先まで応援体制に入った熱烈なファンも。伊藤七段のファン、旧、どんな思いが込められている、好き。さらに、元中日ドラゴンズの平田良介さんの姿を発見。平田良介さん、将棋が本当に大好きで、
実はアマチュア初段の免状を持つ平田さん。飛び入りで参加した大盤解説会で次の一手を予想すると見事に的中させ、実力を見せつけました。